本日のお便り、おありがとうございます。東京都は、はい、中村智也さんから。あれ紛れもなく僕です。あ、そうなんだ。はい、今朝タイムリーすぎる。はい、今朝、まあ、カーナビのテレビで、エバラの CM でしたっけ、はいはい、お便りとは余ったれレシピ選手権みたいなのを開催するみたいなのを、はいはいはい、余ったれレシピ、はい、焼肉のタレ、エバラの焼肉のタレ、余ってしまうよね。ああ、余ったれ、それは余ったれっつって。お袋の味が焼肉のタレの中村智也さんに。珍しい。おい、はい、結構濃い濃い。あとマヨですね。マヨね。の中村智也のために、はい、ぜひ4人で余ったれレシピを考案して振る舞ってください。はい、わかりました。ということで今回は余ったれレシピ考案会。よいしょ。おい、今バーリーモンスターポン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 。カップ麺ペヨングソース焼きそば。そんな知らん罰ゲーム増えてた。焼肉以外の料理で、はい、それぞれちょっと作ってもらって、はい、僕にちょっと振る舞ってください。で、僕が1位を決めるんで、はい、その1位は、本当コンテストにちょっと出します。1位だけ。え、罰ゲームじゃん。その全国の1位も狙っていこうよ。あ、そうだそうだね、はい、それではやっていきましょう。ファイヤー。はい、こんにちは、パーティーモンスターです。エバラ焼肉のタレ。本当にそんなんだっけ。いや、ちょっとどうだっただろう。今回僕が作るのはこのザル麺を使った焼肉のタレを使ってつけ麺を作ろうかなっていう。え、あ、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。まあちょっと色合いとしてこの野菜を切って麺に乗せて。冷やし中華っぽい感じ。あ、そうそうっす。焼肉のタレの方はちょっと水で薄めつつ、まあ、ちょっと隠し味ってわけじゃないですけど、こいつをね絞って入れて使おうかなって感じです。そう、今回はちょっと手軽に集まりそうなものを中心に高速でやりたいと思います。もう大丈夫です、止めて。どうなりました。はい、ということでとりあえず麺は茹で終わり。こんな感じで。いや、めっちゃできてる。いや、まあ、麺茹でて乗せただけだ。いや、これだよね、問題は。問題はそうなんだよ。お好みでかけてください的なことなの。薄めるって言ってたもんですよ。薄めます。薄めるんだね。さすがにちょっとこのままじゃ。僕入れたんですよ、レシピなんで。はい、ボトルで言うと第一関節ちょっと上ぐらい。あ、そっか、人によるか。まあいいんじゃない。カーゴシェフで。あ、もうちょいなんだ、うん、薄めすぎも良くないもうね、結構いっちゃってください。残ってるものを全部いく贅沢な感じで大丈夫です。だいたい水が250ぐらいで、焼肉のタレが100ぐらいは使ってるかもしれない。2対1くらいで入れたらいいですか。そうだね、うん、感覚は。そうだね。で、これレモン最後ひと絞りしてあげてください。でも入ってますがってことですよね。そうそうそう。あ、これ見栄えなんですよ。こっちは見栄え、見栄えのようでやってもらって。はいはいはい、こんぐらいね。天下の宝刀、天下の宝刀ね。小ネギで。いや、でもマジでうまそう。あ、いや、赤だしみたいやん。名付けまして、エバラーメン。はい、エバラ焼肉のタレを使ったエバラーメン。エバラーメンです。ハッピーラッキースマイル、バネギです。なんすかそれ。アンミカさんからいただきました。アンミカさんから直伝。兄弟で被ってしまうところはちょっと出てきました。え、マジで？ちょっと僕も麺なんすよね。で、かつつける。僕はちょっとつけそば。はいはいはい。僕はどっちかというとそのつけ汁メインで、変えるんで、まあ大丈夫かなっていう。あ、よかったよかった。こちらごま油。はい。フライパンに。はい。敷いてください。はい。ニンニク。ほう。パンチなんで、ノンオイルのツナ。手をぶち込んでってください。あ、行くね。で、今回こちらもやし準備しました。でももやしをちょっと横で茹でます。そしたらここにそば、はい、茹で汁っすね。これ入れます。斬新っすね。これですね。え、斬新だね。はい、ここにこの、はい、来ました。黄金、はいと。はい、入れてください。結構いくね。4回ししたよ。で、ちょっとこうふつふつするまでは煮ます。はい、はいはい、で、もう OK です。うわ、匂いめっちゃいいやん。で、これ隠し味というか、まあおしゃれですね。はい、来た。これはもうどこの家にでもある煮干し粉。はい、ちょっと魚介っぽくしたいんですよ。ツナも入ってるんで、はい、逆にね、魚介つけそばみたいになったらいいなっていう。仕上げにネギっすね。おいおいおい、めっちゃ人の。誰が貼ってくると思ってました。嘘つけや。経費削減。はい、引く引く入れにくいやろ。おい、おい、もう全部一緒やん。うわ、これあった。器。そうだよ。ちょっと変えてくれ。見た目違うんだ俺。蝶もでのせます。
チョモ。あ、チョモランマっすね。チョモランマ。ということで、できました。うん、男のつけそば、つけそうばら。男のつけそうばらです。つけそうばら。最近、ゆうとがなんか料理できるみたいな感じ出してきて、俺の地位が危ぶまれております。手道です。まず、玉ねぎを適度に切ります。俺だってファミレスで働いてたんだ。あ、そうなんだ。ファミレスなんてマニュアル化されてるじゃんと言われてしまえばそれまでなんですけども、もう良くないことだとは分かってますよ。分かってますけど、はい、店長がいない時間にオリジナルメニューを先輩と開発してました。はい、あー、でもやりそうだね、確かにね。あの、今回はですね、ホイル焼きをするんですよ。おー、まず、します。ごま油を垂らします。ピピピッと玉ねぎ散らします。鮭です。はい、僕の専門学校時代のあだ名が鮭です。え、なんで？実はみりんを添えます。ここにおいで。今回のさ、このこれあるじゃん、これを出したのがさ7月なわけじゃん、うん、やっぱ夏っていうのも気にしてると思うの。ほう、ということで今回はちょっと夏野菜のね、このトマトさんを、トマトさん、はい、使ってね、夏野菜のいい部分、ね、まあ夏野菜だよね、トマトは。そう、贅沢やね。こんな感じで。なるほどね、もう魚見えないぐらいまで。そうそう、ほう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 。そしたらここにですよ、本来いろいろ調味料を入れるわけじゃん。ああ、あ、ね、それをもうこれです。そういうことだ。なるほど。で、気持ちが先行しすぎた。気持ちが先行してる。ちょっと気持ちが、あ、気持ちがついてきた。バターが俺の気持ちについてきた。バターを上に添えておきまして、中で、わあ、なるほど、溶けるわけです。あ、いいね。おいで。まあなんかいい感じにやります。完成したのがこれです。私、ユーマンはハンバーガーを作ります。ハンバーガー、ハンバーガー、これ多分合うと思うんですよね。ソースがエバーナさん、最初一旦ハンバーグを作る感じですね。そうだね。じゃあハンバーグ完成するまでカットでいいですか？見て。え、これ今何中？俺のやり方と全然違うわ。あ、みじん切りのやり方。ちょっと一旦俺のオリジナルでいこう。あ、だ、川端式で。川端シェフ式で。多分俺のこの切り方がなるんちゃうかなみたいな。うん。危な。ガチで危ない。どこがみじん？で、嘘だべ。あ、ずいぶん。みじん切りになってる。随分、そうですね。まあみじん切りではありますけども。で、あとはこうやってほぐしていきます。結構見たことないやり方です。ユーマのハンバーグ普通にちょっと食ってみたいな。まあ、確かに初めてのハンバーグですね。うん、カレーをうまく作れない人間が作るハンバーグ気になるな。どうかですね。あったか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 。え、なんか。すごい緩いね。緩いね。空気抜くってどういう意味？空気入ってたらなんでダメなんだろう。空気入っても別に良くない。早いわ。ここでもう一旦入れます、俺は。一回。お、焼肉のタレを。フランベ？フランベ？料理人やな、今の。今のサブレじゃない？今の。どこがやねん。うわフランベ。ハンバーガーなんで、イングリッシュマフィンズ、麦の恵み、全風流入り、イングリッシュマフィン。朝マックだ。ああ、そうだ。キャベツ。キャベツ。はい。ほう。で、もう一回いきます。ほう。で、かけます、もう一回。ちょっと多めでもいいぐらい。できたみたいですね。はい、はい、作りました。まあちょっと作った瞬間いきますか。わかりました。はい、おお、来ました。一見なんか冷やし中華みたいな。でも細いね。うん、ファーストインプレッション心配なところですけど。なるほどな。ちょっと時間が過ぎちゃってたかな。いただきます。どうだ。おお、ちょっと濃すぎた。あ、でもフルーツの、あ、いるね。そのいますレモンの。よかったよかった。あ、全然美味しいよ。マジっすか。うん、全然美味しい。焼肉のタレ感もありつつ、うん、ちょっと余っちゃった時な、ちょうどいいかも。ちょうど、確かに。手軽に作れるという意味で。そんな行くんだ、手が。結構行きますね。結構食うね。お腹空いてたの。うん、
全然成立する。ごちそうさまでした。はい、はい、エヴァラーメンです。あ、わかりました。エヴァラーメンいいです名前。どうでも。続いて私、はい、ちょっとね、かぶりました。かぶった。はい、これがつけ汁でつけそばなんすよ。なるほどね。いただきます。あ、ちょっとタイトル忘れました。あ、はい、そう、これが男のつけそばらです。つけそばら、つけそばら、ちょっと楽しみです。いただきます。どうだ。なるほどな。ちょっといろいろ入れすぎかも。あー、なるほどね。そうなんや。ツナ、ちょっといらないんじゃないかなと思っちゃった。ツナじゃない、うん、じゃない感じする。いや、マジか。ちょっとひよった。それを蕎麦湯で割るだけってのはどうなんだみたいな。このユートの麺、あるんじゃない。ちょっと行ってみて。中華麺だったから。うん、やっぱ、俺はね。だけど、俺ら辛いおし好きすぎて、うん、まあ、それを良しとしてるだけ。でも、ツナかな。ツナが違うんだよ。なんとなく、わかりました。じゃあ、3番目。はい、これですね。はい、はい、あ、麺ではなくドラえもん。ドラえもん。ココス。あの、終わったらドラえもん出てくるやつじゃなくて、焼肉のタレだけど、魚を使ってみました。あー、なるほどね。タイトルは、BBQEBR ホイル焼きです。 EBR EBR エバラで、エバラね。バーベキューエバラホイル焼きね。トマト、玉ねぎ、キノコ、これはバーベキューの代名詞。やっぱ夏なんで、今バーベキューっぽいですね。俺エリンギ好きやからな。おー、好きなの。やります。うまっ。うまいんかい。うまいんかい。うまいんかい。これはでもちょっと予想できないもんね、味の雰囲気。しいて言うなら言っていい？鮭じゃなくてもいいかも。あー、なるほどね。そう、白身魚が、白身魚がうまいかもな。最後、はい、最後。なんか焼けに長かったからな。一番長かった。こちらです。なんですかこれ。どこにその要素が。照り焼きとかあるじゃないですか、照りバーガー。そのもう味付けがもうエバラです。焼肉バーガーみたいな感じ。ちなみにこの中のハンバーガー作ったの初めてなんで、ハンバーグ処女はトモヤンに。処女をいただきます。はい、お願いします。うーわ、すっげー。めっちゃうまいよ。なんなこれ。うまっ。めっちゃうまいんだ。正直一番うまそうだった匂いが。なんかうまっ。うわ、嬉しい、嬉しい。でもえ、でもちょっと焼肉のタレ感が弱いから。えぇ、あ、なるほどね。マヨ味すごい強い。えぇ、そんなやってないんやけど。そんな食べないになっちゃうんだ。今回コーツつけがたい戦いです。いや、マジでむずいこれ。じゃあ甘ったれレシピコンテスト、はい、出場作品は、はい、頼む。出場やめてくれ。やめてくれ。あ、え、ちか、まさかのエヴァラーメンが。そうでしょ。ユマ、バーガーだ。バーガー。ちょっと修正して出してください。はいはい。そのパンの部分切って焼くとか。恥ずかしくないやつね。恥ずかしくないやつで言ってくれ。わかりました。うまかった、マジで。普通に、わー、嬉しい。言うてもお気に入りは言ってるわけだから、だからこそ勝ち進めんじゃないと思う。はいはいはい。嬉しい。まさか料理で。まさか料理で。気づいてる、いじられてる。わー、いじられてんだ。チャンネル登録ボタンを。押せ。頑張ってみて。頑張ります。頑張ってみて。はい。いや、これどうなるか。はい。いや、楽しみです。出るからにはやっぱ取りたいから。はい。皆さん、本当にいいと思ったら投票して。あ、そうそう。はい、お願いします。作ってみようか。投票期間みたいなのまだあるみたいなんで、はい。それチェックしてみてください。いろんな人の多分美味しいレシピ出てると思います。はい。よし、ありがとうございました。